老朽化が進む県庁舎について県は早ければ年内にも耐震診断を始める考えを示しました1965年に建設された現在の県庁舎は老朽化が進んでいて防災拠点として現在の耐震基準も満たしていません県は今日来月県議会に提出する補正予算案に耐震診断への経費を計上し 早ければ年内にも診断を開始する考えを示しました耐震診断にはおよそ7ヶ月かかる見込みで継続使用できる見込みの年数や耐震化にかかる費用などを算出し来年度には今後の庁舎の在り方の検討を開始したい考えですまた整備手法については現在の敷地内での建て替え別の場所への移転新築それに改修と増築の3つの選択肢が挙げられましたが いずれも完了までには10年程度かかる見込みです。